日暮里駅にやってまいりました。舎人ライナー側は結構無機質ですが、谷中側はすごい洒落てますね。日暮里駅って文字が猫になってます。こっから谷中銀座の方に歩いていきたいと思います。分かれ道を右に入っていきました。谷中銀座のメインストリートは右に入っていきましょう。ただ後で調べたら、今回行くかき氷のお店は左側の方が近かったってことに気づきました。階段を降りていくと谷中銀座に入っていきます。そう、意外と日暮里が最寄りなんですね。もう一方の橋は千駄木が最寄りです。ゲートをくぐってすぐ左の路地に入っていきます。今回のお店その1、秘密堂さんに着きました。この日は平日の朝9時40分くらいだったでしょうか。開店は10時と書いてありますが、9時からやってることもあるので早めに行った方がいいかもしれませんね。そうすれば行列を避けられるのかなと思います。ピークタイムはもちろん数時間待つので覚悟してください。お昼時もおすすめかもしれませんね。メニューを決めてから先に会計して席に着きます。並んでいる間によくメニューを熟読しといてください。食事系ではグラタンが有名です。そんな中、今回注文したのはマンゴー三昧でございます。カウンターが狭いので食リポはできませんでした。査定します。それでは参りましょう。秘密堂さんの査定は、Cランク35点。出ました、スイーツ史上2回目の35点、 Cランク。まあ言わせてください。Cランクは、方向性は見事に間違っています。ただうまくやれば逆に A ランクにも届くんじゃないかって、ちょっと淡い期待を込めての辛口評価っていうところをちょっと押さえてください。で、今回なんですけども、マンゴーかき氷でございましたが、かき氷の質が他のかき氷屋さんと比べて非常に悪い。普通に家で食べるようなかき氷の氷と全然遜色がなくて、わざわざ行列してまで食べるような氷では全くなかったっていうのが一つございます。ね、今回たまたま僕は行列しないで食べられたからラッキーだったと思うんですけども、行列してこれだったら正直もう怒り狂ってたと思うね。それくらい普通の氷でございました。こんだけ高いお金出しといて、この氷っていうのは非常にいただけない。マンゴーも、まあ、マンゴーのね、なんかヨーグルトかなね、っていう組み合わせは確かに面白いなと思った。でマンゴー自体もみずみずしい。これは宮古島のね、マンゴー農家さんのちょっと顔も立てないといけないなと思ったので、そこだけは褒めますが、別にマンゴーのソース自体も全然普通。ただ、さっきも言ったように、もうちょっとここうまくねいじれれば、例えば氷を良くするとかね、そういうのができれば逆にA ランクまで上がることはできると思うんですね。とにかく氷を見直せっていうところがポイントだったかなと思います。はいね、非常に厳しい評価となりましたが、やっぱかき氷の行列店としてはもうちょっとね氷にこだわっていただきたかった。でもうちょっとソースも改良を重ねていただきたい、そういうところでございました。ちょっと残念な、がっかりなかき氷だったかなと思います。さあ、ちょっと見たくないかもしれませんが、ここでね、はい、かき氷ランキングですよ、例のかき氷ランキングのね、アップデートを行いたいと思います。秘密堂さん、見事に C ランクでございました。回が予想されますがね、果たしてどうなるんでしょうか。いきますよ。この辺ではないですね。さあ、ここまで来ましたね。さあ、マオペン選手、スパイダーウォーク、どんどん降りていく、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 ああ、両足が滑って、再開でございます。ちょっと癖の強い実況ですね。知ってます、サスケのオールスターズが全盛期の頃のね、セカンドステージでさ、スパイダーウォーク下に降りていくやつあったじゃんね、あれをモチーフにして手足滑らせて一番下に落っこちましたということで最下位です。はい。ね、なんかすごい失礼な表現かもしれませんが、残念だったなっていうところがございましたので、秘密堂さんは第8位、現時点で最下位という結果になりました。夕日が沈む空を見ているか。
邪悪なハンコや死に物狂い、戦う T シャツや伊藤製作所。ちょっとユニークな名前ですけどもね。谷中銀座のメインストリートに戻ってきました。メンチカツなんか結構おすすめですね。そして橋の方に来ると、こちらも百名店、和栗屋さんに到着しました。秘密道ほどではないものの、まあまあ行列のできるお店です。特に開店前とかは行列ができるようです。口コミを見ていると、忙しい時の接客が冷たいっていう声が散見されますが、僕が行く時は余裕があるので、その気持ちはわかりません。今回はモンブランパフェを注文。横にあるのはなんと日本酒です。日本酒をセットにできちゃったりします。このお店なんですけども、すでに百名店スタート企画のところで、すでに行ったお店として査定を行いました。72点という高評価をつけております。ただ、せっかく谷中に来たので、改めて食べてみて、もう一回査定をしようと思いました。今回食べているモンブランパフェは、上が絞りたての和栗モンブラン。周りには渋川栗のモンブラン、そして栗アイスとかも入っていたりします。絞りたての和栗モンブランというと、23区西部ではモンブランスタイルっていうのが有名ですよね。実はそのお店は、ここ和栗屋さんのセカンドラインっていう位置づけになっております。完全会員制になっており、その会員募集も希望者が殺到しすぎて中止してるみたいです。一方で、こちらのお店は気軽に来れるスタイルを継続中。でもそんなに殺到しないでほしいですね。予約困難とか入手困難とかみんなミーハーすぎるんですよね。まあそんなこと言ったらこの百名店企画自体がミーハーじゃねえかって言われるんですけどもね。それでは参りましょう。和栗屋さん、果たして点数は上がったのか、そのまんまなのか、そして下がったのか。1点アップ、73点。いや、改めて食べましたけども、ここの栗はね、ちゃんとね、栗を信じてます。絞りたてのね、部分の栗でございますけども、栗のね、個性をね、分かってる。あの俳句でもさ、季語をもっと信じなさいって言ってよく夏井先生が怒るじゃん。それと同じようなノリで、ちゃんと栗を信じてあげてるんですよ。巷のモンブランは全然栗を信じてないと思うんです。ここの栗をちゃんと信じてる。栗自体を信じてあげてる。ここは本当に褒めなきゃいけない。うん。で、ちゃんともちろん美味しさもあるわけで、このね、絞りたてのモンブラン、それは絶対に食べてほしい。周りの部分の栗ですかね。これはどっちかというと巷のモンブランにありそうな感じなんですけども、こちらもね、なんかちょっと皮の感覚とか残してあって、高レベル帯のモンブランみたいな、味わいをしっかり感じられるんですね。で、まあ、栗のアイスの部分もよくできてましたし、一番下にね、バナナ合わせるかなと思ったけど、まあ別にバナナ合わせるのも全然問題ないのかなと思いますね。うん、必要かどうかって言われたらあれかもしれないけど、栗ばっかだとあれかなと思ったからね、ちょっとバナナのアクセント入れてみるのも、まあ、また一興ではあるのかなとは思いますね。もちろん栗もしっかり入ってるし、ね、全体的にやっぱここはね、栗スイーツの最高峰だと思います。ぜひ、食べに行ってほしいなと思いますね。谷中銀座からはだいぶ日暮里寄りに戻ってきました。セブンイレブンのところの路地を入っていく形になっています。電柱をご覧ください。もうここにね、次のお店が書いてありますね。ということで、今回3つ目のお店、稲村正蔵さんでございます。なぜこんな長い名前になっているのかというと、もともとパティスリーとショコラトリーが別々にあったものが統合したからなんですね。店内は2組しか入れません。行列ができてたらだいぶ待つかなと思います。店内は明確に撮影禁止となっておりますのでご注意を。フォーク、スプーンが有料だったり、近くに手頃な公園がないことを考えると、完全に家に持って帰って食べる系のケーキですね。それでは早速いきましょう。こちら、涙のしずくでございます。紅茶とかレモンが効いてるチョコレートケーキらしいです。結構チョコレートケーキのように見えて、紅茶とレモンのね、味が強いタイプのケーキでございました。土台がね、マカロンになってるのも面白いところでございますね。さあ続いて、これ熊本ですね。
思いっきり県名をタイトルにしておりますが、熊本産の栗を使ってるっていうことでそういう名前になっております。ありそうでないですよね、こういう組み合わせ。チョコレートがね、意外と軽めだったのはびっくりしたのと、あまり栗らしさっていうのは感じなかったかなっていうところはありますね。はい、じゃあ続いてこちら、ドーム型のチョコレートケーキでございます。中にはヘーゼルナッツとチェリーが入ってるらしい。ヘーゼルナッツのクリームがそこまで大きく目立ってる感じではないけど、まあしっかり感じられるっていうレベルですね。チェリーはそのヘーゼルナッツのクリームの中に 2,3 個くらいね入ってるっていうシステムでございました。さあ、ここからお待ちかねのチョコレートの審査でございますね。今回この3粒でございます。1粒あたり330円、まあまあお高めでございますが、見た感じちょっとね、一粒一粒が大きそうな感じではありますね。まずはこちら、パレオキャレ、カカオ分 55% と 61% のチョコレートをブレンドしたっていうことでございますね。平均を取ったら 58% ってことになると思うんですけども、このブレンドが一体どういう効果を生み出しているんでしょうか。口どきは確かにいいですね。ガナッシュの口どきとかも非常に良かったと思います。ただ、55% 60% っていうからもうちょっとビターなのかなと思ったら、意外とちょっと甘さの方が目立ったかなっていう気がしますね。まあこの後 70% は控えているので、そちらと比べてみてどうなんでしょうか。はい、こちらが 70% でございますね。まあビターな味わいと書いております。ちなみに 55%、60% 単独のものもありますが、こちらもビターな味わいという説明しか書いておりませんね。例えばどこのカカオとか知りたいですよね。まあ、わからんけど、ね、比べることはできません、僕には。残念。まあここまで来るとね、もう少し苦味が足されたかな。まあまだちょっと丸い部分もあるかもしれないんですけども、一粒が大きいから満足度自体は結構あるかなっていう感じですね。食べているものがはっきりわかるっていう、そういう感じは確かにあるかなと思います。じゃあ最後ね、今回唯一のフレーバー系でございます、谷中。また地名で攻めてきました。もうもちろんこのねお店自体谷中にありますから今度はいいんですけども、この谷中のね、イメージ、先ほど映りました夕焼けだんだんのイメージでございます。これがなんか生姜らしいです。どこが生姜なんですかね。ちょっと僕にはよくわかんないんですけども、谷中のイメージは生姜らしい。それでは参りましょう。パティシエショコラティエ稲村正三さんの査定は、B ランク65点ということでね、内訳でございますね。はいね、文字で書きましょうね、キクちゃん。文字で書きましょうね。ちょっとね、漢字の大喜利の時のキクちゃんみたいな感じになっておりますけども、まずこの涙のやつが68点でございました。ちょっとね、チョコレートとしてはどうなのかなっていう、チョコレートケーキとしてはどうなのかなと、まあ確かに美味しいんだけどもっていうところあったので、ギリ68点 B ランクっていう形でございます。で、これ何がわかりますかね。熊本県をイメージして描きましたね。もうちょっとなんかこの辺なんかとんがってたりするといいのかなと思ったんですけどね。これが天草ですね。天草点々すぎるなと思う。ね。まあそれは置いといて。ちょっとね、栗の感じがあんまり全然しませんでした。入ってるんだけども何にも仕事をしてないというか、栗を期待して食べた人を裏切るようなケーキだったかなと思って、50点という評価にさせていただきました。まあチョコレートの部分が美味しいから、というかこれが一番チョコレートしてたから、まあ、C ランクは免れたんだけどって感じですね。で、他2つは良かったですね。このドームのやつはヘーゼルナッツの味がよく効いてたね、
それもそんなに視聴出力なくて、比較的食べやすかったっていう点で、合格点かなと思いました。で、チョコレートも一粒一粒が大きくて満足感がある。もうちょっとなんかカカオを前面に押し出してほしいなっていうところはあるんだけども、とりあえず満足はする。という形で、70点がつきました。まあこれを平均したらだいたい65点かなと、そういう評価でございます。まあちょっと残念ながらね、A ランクってところにはいかないですね。もうちょっとやっぱりチョコレートの特性を生かしてほしかった。そういうところはありますね。はい、ということでね、今回は谷中エリアの新しい2店舗プラス、すでに行ったことあるけど再評価をした和栗屋さん。この3店舗をね、ジャッジしてまいりましたけども、すごい明暗が分かれましたね。本当に和栗屋さんはぜひ一度行ってください。休日とかはすごい並ぶかもしれないので、平日に行くといいですね。で、まあ、秘密堂さんは、この調子だと、並んでいく価値は、ない。と、断言します。ね。なんかもう、どんどん傷口に塩を塗り込んでっていう感じでね、ちょっと嫌になった方もいるかもしれませんが、こういう行列グルメやっぱ厳しく評価しないと、ね。なんか、見派で並んでる人たちのさ、評価とか聞いてさ、それでまずかったらさ、みんながっかりじゃん。で、そのお店でも悪いと思うし、ね。だからその行列店とか行って安易に飛び込むようなことは絶対にしない方がいいです。がっかりすることもあるよっていうことをちょっと、まあ、人生訓という形でね、お伝えしたかったまででございます。まあ、稲村正蔵さんも、惜しいっちゃ惜しいんだよね。チョコレートケーキじゃなかったらまた評価は変わってたかもしれません。はい、ということで、この動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、次はどこの街に行くのでしょうか？次の動画もお楽しみに！バイバイ。